右肘の炎症で抹消のウェンデルケン、オースティンと共に DOCK でランニング。もともとそんなに重症そうじゃなかったし。オースティン走れるやん。オースティンって来年以降も契約した方がいいと思う？ワイは切って良いと思ってる。軽症なんだったらまだわからん。今シーズンまだまだ休むようならさすがに切っていいけど、他の球団の新外国人見たらガチャする意味もそんな感じないし。復帰してからの実績遺憾による。交流戦までにオースティン復帰して筒香 TA 佐野牧宮崎のエクゾディア打線みたいぞ。打順は知らん。オースティンはもういいよ。あれに払ってる年俸で外を残せたことを考えたらいるだけマイナスなのわかるやろ。交流戦までに戻ってこいオースティン。出来高多めの契約で残せれば良いんじゃなかろうか。オースティンは100試合出場でもいいから3割5分50本130打点くらいしてくれるならいる。そもそも肉離れって重度と軽度で完治に数ヶ月の差があるけど、報道だと全て肉離れって言われるからな。まだ無理すんな、もうちょい横になってて TA、かっこ過保護。オースティン早く戻ってくるといいな。いくらポテンシャルが高くても怪我ばかりして計算が立たない選手は困るわ。過去にブランコもスペガチで切ったから、おそらく再契約はしないでしょ。いや、これまでの経緯だと100試合も出場できないでしょ。復帰してもまたどこか痛めて登録抹消されるのが見えてるわ。ご視聴ありがとうございました。